1966年モデルとしてデビューを飾ったダッジ・チャージャーは、1950年代のクライスラーを代表するカリスマデザイナーだったバージル・エクスナーの後継者として数々の作品を手掛けていたエルウッド・エンゲルの最高傑作である。そのチャージャーが68年にフルモデルチェンジを実施した。そもそもチャージャーはこの時代のスペシャルティーカーとしては異例なことにコンバーチブルを持たないハードトップ専用車だったが、その特徴は新型にも引き継がれた。さて 440RT である。この名称はチャージャーの中でスポーツイメージを強調したモデルに与えられたもの。380馬力を発生する449ビッグインチ V 型8気筒 OHV440 マグナムユニットを標準に、425馬力の426ヘミをオプション設定、後に2バレルキャブを3連装する6パックもオプションとして追加されたが、ヘミとともに装着車はわずかだった。チャージャーには69年に500デイトナというバリエーションも加わっている。大型のリアウィングと延長ノーズを装着し、さらには空力的に成形されたリアウィンドウ周りを与えられた特異なスタイルが特徴だった。これはその最高速度が時速200マイルに達しようとしていたストックカーレース用のホモロゲモデルだったためで、決して無意味に派手なスタイルとなったわけではない。なおデイトナには延長ノーズとリアウィングを装着しないチャージャー500というベースモデルがあった。その多くが生産着手直後から現場でデイトナへとモディファイされたため、現存台数の極めて少ないお宝モデルとなっている。